よろしくお願いいたします。それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、私から3件お話をさせていただきます。1つ目は、平成30年北海道胆振東部地震についてであります。今月の3日に道内で過去最大となる震度7を記録する北海道胆振東部地震が発生をし、現時点で41名もの多くの尊い命が失われ、680名以上の方々が負傷され、今の多くの方々が避難を余儀なくされている状況であります。お亡くなりになられました方々に対して謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げる次第であります。またこの地震によりまして、大規模な土砂災害や家屋の倒壊、さらには地域は道内全域でも停電という、これまで北海道が経験をしたことのないような状況になりまして、このことによりますライフラインの寸断など、道内全域で甚大な被害が発生したことであります。道庁におきましては、地震発生後直ちに災害対策本部を設置をし、国や市町村関係機関、企業の皆様方と連携しながら被害状況の把握と災害対応に総力を挙げて取り組んできているところでございます。私自身、発災の次の日、9月7日とりあえず薩摩の方に参りました。役場で町長とお話をし、そして避難所の1箇所だけでありましたが、訪問してお話もさせていただきました。そしてその次の日、9月8日には実は今回の地震は札幌も経験したことのないような地震でありまして、札幌において震度5以上の地震というのをこれ初めてというふうに秋元市長とも常時連絡を取り合うことにしておりますが、そういう状況の中、9月8日には清田のここで液状化の現場の拝見をさせていただいたところでありまして、それぞれ関係者の皆様から状況を伺いをし、今回 その被害の状況というのは想像を絶する被害だったということを感じたところであります。家屋と人々の我々住民の生活への影響もあるのでありますが、上空から自衛隊のヘリで確認をしたところ、山腹崩壊というんでしょうか、医療関係の方はそういう言葉が使われるようになりますが、柳生豊かであった柳生が骨のみを残し、もうはっちゃけた土が露出しているという。震源地の付近一帯に展開をしていたところでありまして、今回の直下型地震の喪失ということを目の当たりにしたところであります。翌9日、一昨日になりますが、には安倍総理自ら状況視察のためにお入りいただきました。私も同行させていただき、でアギラの施設の中で、被災で一番厳しい山頂町とともに、私も総理に意見交換をさせていただいたところであります。その際、私から総理に対しましては、まだまだこれから被害ということが出てくるわけでありますが、ということを申し上げた上で、現時点で分かっている状況に対処するため、避難者への支援をはじめ、ライフラインの早期復旧、道民生活、産業被害などの支援、激甚災害の視点などについて、とりあえずといいんですが、その段階での最大の私どもの情報を持った上での要望をさせていただいたところであります。本日は経産大臣がお昼からいらっしゃるということでございます。それ以外の担当大臣さん
順次お会議にお入りいただくということを聞いているところでありまして、大変心強く温かく感じているところでございます。どうといたしましても、不安を抱えながら暮らしておられる住民の方々に一刻も早く安心な生活を取り戻していただき、地域が復興に向けて速やかに歩み出すことができるよう、被災された皆様方へのきめ細やかな支援を行うとともに、各種の災害対策と必要な補正予算案の取りまとめを早急に行いたいと心に考えているわけでありまして、今定例会、今日からスタートとなりますが、今定例会中に、新しいというか、この災害対応ということで計上できる予算、事業の項目があれば、今定例会にも一部は提出することも視野に入れながら、作業するように総務省には指示を出しているところであります。こういった私自身の対応も含めて、地元市町村で一体となって被災地地域の復旧復興に向けて引き続き全力を尽くしてみたいというように考えているところでございます。2つ目のご報告は、道民の皆様方への節電の呼びかけについてであります。今日午前中、これよりも前のタイミングで東京の方で世耕大臣からのご発言があったところでありまして、ご案内のとおりでありますけれども、もともとの大きな停電、あるいは今のこの状況、電力供給のが少なくなっているところの大きな原因であるところの、このあと東発電所、1号機、2号機、4号機、それぞれの今後の復旧のめどということについて、国連からの報告を踏まえた大臣からのご報告があったところであります。1号機は9月末以降、2号機は10月中旬以降、一番規模の大きい4号機は11月以降の稼働となるという見通しが示されたと大臣が述べておられます。一方でですね、今までは順次立ち上げてきて稼働している今の発電所に加えて、峡谷の揚水発電所、ここがこの週の金曜日14日に、20万キロワットの2号機の方が立ち上がって、そしてもう1号機の方が来週金曜日21日に稼働させるめどが立ったという報告をあったという、国連からあったという発言を大臣がしてもらえるところであります。大臣からはそのような状況のもとで、まずは今週金曜14日までは最低限、節電の目標の達成を導入、あるいは道などのあらゆる団体に要請をしたいと。政府が力を合わせて実現をしたいと思いますという発言をしておられるところであります。私どもはこういったことを踏まえて、突発的なさらなる停電というのはものすごい混乱になることでありますので、これは何としても避けたい。でさらには計画停電の準備という発言も政府の方から、あるいは国連さんからも昨日の実況連絡会とかでもあったところでございますが、これもできる限り避けたいという思いの中で、道民の方々には改めての節電要請、2割、の節電要請ということを改めてやっていかなければならない、このように考えているところでありまして、本日午後3時から JR 札幌駅におきまして、札幌市長にも一緒にお声掛けをさせていただきました。私と一緒に街頭に立って、もともとの資料があったかな、街頭啓発活動をやらせていただきたいというふうに思っているところでございますので、ぜひ報道等を通じて道民の方々に働きかけを、マスコミの方々からのお願いを申し上げる次第であります。
元よりマスコミの方々ご自身も同意でいらっしゃいますので、説明を心からお願いを申し上げしたいと思います。これは何回もいろんな場で申し上げておりますが、北海道の電力需要構造の中での全国との比較における一つの特徴は、家庭の占める割合が高い、そして工場現場、ものづくりの現場よりも業務用のレートが高い、こういった特徴があるところでありまして、昨日のこの業務用 の関係の経済界の方々には、経産局、国と共に私どもの関係をさせていただいたところでありますが、一般家庭の方々に対するこの啓発というのは、やはりメディアの方々のご協力というのが大変大きいというふうに考えることでありまして、何卒よろしくお願いを申し上げたいと思います。私どもも、お手元の参考の通りですね、いろいろなビラも用意をさせていただいておりまして、一般家庭 の奥様あるいはもう今働く女性の方々も多いわけでありまして、仕事に忙しくしながら家庭のいろいろなマネジメントやっておられるご夫婦なりおじいちゃんおばあちゃんなりそれぞれの家庭の状況に沿うような形でそれぞれが分かりやすくこう節電取り組んでいただけるような工夫をさせていただいているところがありまして、こういった点につきましてもメディアの皆様方のご協力の大きいお願いを申し上げたいというように申し上げています。3つ目でありますが、本日から第3回協議会がスタートしたところであります。一般会計で総額214億円の補正予算案、そしてこの補正予算案には当然先週発生した衣類等の地震の関連は入っておりません。当然でありますが、加えて北海道職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案など7件の条例案を提出させていただいたところであります。災害対策を含め、どういった皆様方との議論を促進させてもらいたいと考えています。私から以上です。これからご質問をお受けいたします。ご発言の際には社名とお名前をお願いいたします。ご質問を。北海道新聞の村田です。村田さん、はい、はい、お願いします。この胆振東部地震の、関係の質問でございます。同災害対策本部ですが、6日以降ですね、人的被害の数をはじめですね、建物の損壊数など被害状況について、随時公表されていました。はい、でしかしですね、一部の死者や安否不明の方々のお名前ですとか生年月日住所についてはですね、公表されていません。同性記者クラブからですね、再三その公表について要求してきたわけなんですけれども、対応されない理由について教えてください。わかりました。このことにつきましては報道機関の皆様方におかれてはですね、やはり一般の読者の方々あるいは視聴されておられる一般の住民の方々に対する情報提供の色派として、基礎的な情報として亡くなられた方々の氏名、あるいは年齢、あるいは安否不明の方々の氏名を報道したいというお気持ちを持っておられる、これはよく理解をするもので、あります。しかしながら事柄の性格上ですね、このことについては私ども慎重でなければならないという思いを持っていることもぜひご理解をいただきたいと申し上げます。ご案内かあるいはご案内でない方もおられるかと思いますが、このことにつきまして国の統一的な基準はございません。それぞれの立場で判断するようにというそういう国の考えでございます。そういった中で私ども同は広域自治体の立場でそれぞれの住民が住んでおられる基礎自治体、役場であるとか市役所であるとかそういったところを通じてご遺族のあるいは不明者の場合にはご家族の同意が得られたもののみ公表するという方針でここまでもやってまいりましたし、これ以降もその方針で、公
では当たらせていただきたいというふうに考えているところでございます。はい、ありがとうございます。まあ、その遺族の、同意というのは、まあ、もちろん極めて重要ですし、こういう状況なので、被災された方々がなおさら傷つくようなことがあっては決してあってはならないことだというふうに考えるわけなんですが、まあ、先般ですね、7月にですね、西日本豪雨が、まあ、広島とか岡山であったわけなんですけども、そこでは、まあ、200人を超える死者、行方不明者が出まして、まあ、最終的にはですね、広島県ですとか、岡山県、愛媛県とも、市民の公表に踏み切ったわけでして、岡山県知事はですね、こう公表したことについてですね、安否の特定に効果を見ることができたという評価もされています。こうした議論があるにもかかわらず、まあ、災害対策本部のですね、本部長である知事は、その名前を公表することにはやっぱり慎重で、ちょっと私、広島、岡山、愛媛が どういう方針でやっておられるかって存じ上げないんですが、ご遺族の同意もなく公表されたんですか、はい、遺族の同意はやはり基本的にはされているということですね。ただ遺族の同意を得るための、やっぱり働きかけなどがポイントになってくるんじゃないのかなと思います。それは役場を通じて言わせていただく努力をしておりますが、それ以上ご遺族の同意がない中での公表というところまで考えたわけです。で最後になりますけれども、まあ、札幌市はですね、今私が申し上げたような西日本豪雨のですね、こうした状況を踏まえて、災害発生時のですね、死者行方不明者の説明公表について独自の指針を策定する方向で検討しているんですね。まあ、知事はですね、このような方針とかを今後、定めていくような考えがお持ちでしょうか。同じことを言って恐縮なんですが、札幌市さんとの基礎自治体であります、政令市でありますが、ですから今回の危機的な状況を乗り越えた後に、こういった点を含めてでしょうかね、それ以外さまざまな分野で、さまざまな検証をやっていかなければならない、今後の災害に向けての対応としてですね、そういった中で、これは基礎自治体にご検討いただく項目として、入れるべきかどうか、そこはどんなにも関係者のご意見を聞いていきたいというふうに思います。他にご質問よろしいでしょうか。朝日新聞の長崎と申します。はい、冒頭ご発言もありましたけれども、はい、今回のトマト、まあ、発電所の、まあ、復旧がですね、長引く見通しになったことで、今回の節電要請もですね、ちょっと、長引く可能性出てきていると思うんですけれども、このあたりの受け止めをまずお願いします。先ほどもご紹介した今朝の閣議なのかなの瀬戸大臣のご発言というのは私の紙を通してしか確認をしておりませんので、午後大臣が来られましたらですね、あるいは国連にまた緊急の記者会見をされるかもしれませんですね、そういった中でさらに詳細な状況情報を得ることがまず大前提になるかなと、このように思っているところでございます。で、まあ、一方でその京極の方の揚水発電所についてのプラスの、話もあったようでございますので、大臣とかそこも含めて確認しなければならないと思いますのと、それからもとより我々は節電の呼びかけを今日の午後の街頭啓発も含めて、全道域の振興局も頑張ってくれているはずでありますし、声かけをするわけでありますが、一方で大手の電力事業者に対しては経産省が直接的あるいは国電から強力な節電への協力要請ということもやっておられるというふうに報告を受けておりますので、まあ、そういったあたりも見極めていく必要があるかなと思いますが、いずれにいたしましても家庭用を中心に私どもとしては強力な節電ということを当面お願いをしていかざるを得ないかなと
こんなふうな思いを持っております。あと今回のその被災の特徴としてですね、まあ、いわゆるブラックアウトというか、まあ、全域的な停電が、はい、あるわけですけれども、はい、現時点でまだ分からないところありますけれども、どうやら1号機、2号機、4号機のうちですね、1号機は地震発生からしばらくは動いてたというふうに報道されています。こうしたそのブラックアウトに至る状況というかですね、ブラックアウトについて知事が教えになったタイミングそのと、あと、まあ、その時のこう、思われたこととか、と経緯についてちょっともしありましたら教えてもらえますか。経緯というか、私が停電、少なくとも札幌の中央区の私が住んでいるところが停電になったということを知ったのは、まさに電気が消えたということでありまして、ですから、今3時7分でしょ。で、すぐにテレビをつけて、最初のうちはなんか放送してて、なんて言うんでしょうね、札幌中央区でぱったり見えなくなりました。その段階で、停電が少なくとも札幌市の中央区は停電になったということを知りましたが、その後全域のということをしたのをちょっと私も混乱して、なんだろうな、本人に橋本さん含めて電話をしたりもしましたけど、全体を知ったのはやっぱり朝7時からでしたか、あの時災害対策本部を開きましたね。そのために出勤をする前後の6時とか、なんとかちょっとあまりいい加減なことを言ってはいけませんが、その過程で、全体像を知るようになったという状況で、ございます。最後に様々な検証が必要だとおっしゃられて、そんなうちの一つに今回の停電も入っていると思いますけれども、現時点でですね、この国電の対応、これ、致し方なかったのか、あるいはもう少しやりようがあったんじゃないかとか、そういう情報発信も含めてですね、現時点でどういうふうに思われていますか。そのことについてもですね、今現に目の前、国電の関係の方々は、社長以下の皆さん、士気高くですね、今の北海道の危機的な状況を乗り切るために、もう睡眠時間も少なく抑えながら頑張っておられるという現実がありますので、今段階でそのことについては私は申し上げるべきではないと思っております。まずは今目の前の大変な状況をいかに道民それぞれの立場で、それぞれの役割になると思うんですけどね、それぞれの立場で総力を挙げて力を結集して乗り切る、でその後にですね、やはりあの時こうすべきだったのではないか、それはそれぞれの立場で、あると思うんです。そういったことの検証をし、その後またあってはならないことだけど同じような災害があった時に備えていく、そういったプロセスが重要だと思っておりますので、今段階で私過去に遡っていないということを言うするには全くございません。2年前の台風、大きな台風の被害の時、その時もですね、一連の作業のその目処が立ったぐらいから検証作業というものを第三者の方々に入っていただいていたしました。そしてその結果を踏まえてマニュアルを作ってですねやっております。そういったことを今回、まあ、多分その事柄の質的なものは違いますけれども、私の感覚的には2年前の大雨 その自然災害の被害より今回の方が質的により厳しいものであるというふうに認識をいたしますが、今回の事後的な検証もさまざまに必要だというふうに考えています。他にご質問よろしいでしょうか。北海道新聞の佐藤です。はい、もっと前に来たらどうですか。先ほどの朝日新聞さんの質問の続きなんですけれども、はい、全能的な、まあ、ブラックアウトが起こったわけですけれども、これについての可能性っていうのは同調としては認識したんでしょうか。まだコメントするタイミングにないということを申しました。他にご質問よろしいでしょうか。なければ
以上で本日の定例記者会見を終了いたします。はい、ありがとうございました。